んにちは、こんばんは。ニャコールハッピー結婚しようチャンネルです。今日は恋愛心理学アプローチ編3というお話をニューバージョンでお届けします。このチャンネルではこういった結婚婚活恋愛心理学のことであなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。先週までの恋愛心理学アプローチ編2の続編です。職場にいる自分が片思いで好きな異性には自分のことを知ってほしい、興味を持ってほしい、注目してほしいと誰もが思うものですよね。とりわけ自意識が過剰だと相手が自分のことをどう思っているのかとても気になるものですよね。そして好きな人のことなのでその思いは何もしないでいるとますます高じるものですよね。1、恋愛心理学アプローチ編。3、1、異中の異性に自分を注目させる方法。もしも職場に片思いの人がいたら、その人をよく観察してみてください。周囲の人と雑談していたら、どんな話題が選ばれているのか、どんなことに興味があるのか、聞き耳を立てたり、周囲の人に尋ねたりしてリサーチするのです。例えばね、出身地や出身校、趣味、どこに住んでいるのかとかね、どんな性格なのか、どんなタイプであるのか、そういったその人の人となり情報を入手しましょう。またその人のデスク周りも仔細に観察するのです。デスク上にね、どんなものが置かれているのかや、周辺のね、他人から聞こえてくる情報から、出身地や出身校、J リーグの〇〇チームのファンだとかね、アイドルグループの〇〇ちゃんが推しメンだしとかね、〇〇駅の駅地下ワンルームマンションに住んでいるなどなど、そんな話が聞けるとベストですよね。そんな情報を元にして、あなたの身の回りも相手の傾向にね、合わせるようにセットしておくと良いのです。例えば、男性に合わせるなら、自分のね、デスクの上に J リーグのね、〇〇チームの卓上カレンダーを置いたり、アイドルグループのね、グッズを飾っておくなどです。こうしてね、置くだけで、あなたのデスクを通りかかった異中の人は、自分とね、共通するものに目を留め、おそらく声をかけてくるものです。その時に備えて、それらの話題にもね、強くなっておくことで、簡単に仲良くなれるのです。これがね、資格を使った効果的なカクテルパーティー効果の一例です。カクテルパーティー効果とは、たくさんの人がそれぞれに雑談している中でも、自分にね、必要な事柄だけを選択して聞き取ったり、見たりする脳の働きのことを言うそうです。2、男脳と女脳の違い。男女でね、思考の仕方はそれぞれ異なります。人間の脳には、右脳と左脳があり、右脳は感覚的、空間的な捉え方を得意とする脳です。左脳は言語的、数学的、論理的な捉え方を得意とする脳です。このね、右脳と左脳の間には、脳梁と呼ばれる神経繊維の束で結ばれているそうです。そしてね、その脳梁が女性の場合は太く、男性の場合は細いと言われていますよね。そのため、会話の時には男性よりも女性の方が両方の脳をバランスよく使って、男性はね、左脳の働きの方のみが支配的になっていると言われていますよね。なので、女性が感覚的、感情的な思考をしがちで、男性がね、論理的な思考をしがちというのはね、その辺に理由があるとされているのです。女性同士の会話は感覚的で、感情的でね、お互いの共感が重視されるのに対して、男性同士の会話は論理的思考が中心になるため、理屈や根拠が重視されているようです。3、男女の会話で気をつけるべきこと。男性が女性と会話するときには、共感重視に気配りをしてあげることが大切なのです。反対に女性は男性と会話するときには論理重視に気配りしてあげることが大切なのです。男女のね、特色がわかる会話例。女性がね、今日はなんだか疲れちゃった。早く帰ってお風呂にゆっくり入りたい気分って言ったとします。そんなときにね、男性はなんで疲れたの？あ、午前中の会議が長かったからだろうって言ったとします。そうするとね、女性はなんでかな？それもあるかもだけど、男性が会議が長かったから疲れたんだよ。会議のある日はいつもそうじゃない？そうすると女性がね、そうかな、それはわからないけど、男性はね、ちゃんと原因を分析して対処法を考えておかないと、また同じことを繰り返しちゃうんじゃない？すると女性はね、そうかもだけど、って会話がしぼんでしまうっていうわけですね。女性はね、疲れちゃったというセリフに、男性からね、疲れちゃったの？大丈夫？などと共感してほしかっただけですが、男性はね、その原因や理由を分析したがってしまう特性なのです。男女のね、会話では、
男性はね、女性の話を受けてすぐに理由や原因を聞いて会話のね、主導権を握りたがるケースが多いようです。これはね、男性が聞き上手ではない傾向が強いことを表しているからと言われています。丸4、男性でも女性脳の人、女性でも男性脳の人がいる。男女のね、思考法にはこんな違いがありますが、実はね、男性でも女性脳、女性でも男性脳の人は少数ながら存在するんだそうですよ。見分け方は会話の仕方でね、見当がつくのですが、指の長さの比較で判別できるという知見もあるそうです。手のひらをね、自分側に向けてみてください。人差し指が薬指より短いのが男性脳の特徴で、男性はね、ほとんどがそうなっているはずだと言います。しかしね、男性でも人差し指が薬指と同じか薬指よりも長い女性脳の人はいるんだそうですよ。私ね、女性なのでこう見るとわかるんですが、圧倒的にね、やっぱり人差し指の方が長いんですよね。これはね、ただネズミのね、胎児の時に男性ホルモンのテストステロンを多く浴びると人差し指が薬指より短くなるというイギリスのね、心理学者のジョン・マニング博士の有名な研究によるもので、日本指の法則っていうそうです。ただしね、ネズミの研究なので人間には当てはまらないという指摘がある一方で、蓋然性は高いとする人も多いそうです。私のね、周りを見渡してみて、我が家の夫は確かに男性脳の特徴である人差し指が薬指より短かったです。あなたの周囲の人の指を見比べてみてくださいね。終わりに、意中の異性に自分をね、注目してもらうために効果を発揮する方法は、たくさんの人がそれぞれに雑談している中でも自分にね、必要な事柄だけを選択して聞き取ったり見たりする脳の働きのカクテルパーティー効果を利用するといいそうです。意中のね、男性の好みの傾向を把握して、あなたの身の回りにも相手の傾向に合わせるようにセットしておくことで、あなたに注目してもらい話すきっかけが作れるようです。また男女で思考の仕方はそれぞれ異なりますが、男脳とね、女脳の違いで女性が感覚的、感情的な思考をしがちで、男性がね、論理的な思考をしがちという傾向があるのです。ですので、男性が女性と会話するときには共感重視に気くぼりしてあげるといい関係性になれます。反対にね、女性は男性と会話するときには論理重視に気くぼりしてあげるといい関係性になれるようです。そうすることで相互理解が進められるのです。人差し指が薬指より短いのが男性脳の特徴で、女性脳の特徴は人差し指が薬指より長いのです。男性はね、ほとんどがそうなっているはずだと言いますが、一方でね、一部にはその逆のパターンもあると言います。意中の異性に自分を気にかけてもらい、注目してもらうのに効果的な方法をお話ししました。ご参考になれば幸いです。それでは今日はここまでで。また来週、結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また来週お会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。